ドクターケッケ、夢の中で出てくんのかい。うん、夢の中で出てくんの俺。自由気ままに、そう、一人で暮らすとなるとふと寂しくなることもあるんだよな、うん、仲のいい友達がいてくれると全然違うんだけどね。友達の笑顔ってやっぱりいいもんだよ、うん、一人で長々と喋っちゃってごめんな。もうそろそろ目を覚ました方がいいよな。あ、そうそう、この世界では一人で暮らすよりも、大勢で暮らした方がきっと楽しいと思う。たくさんの友達が君の場所に遊びに行く、いいね。さあ目覚めた後は現実と同じ時間。おお、なるほどなるほど、夢の世界だからその発言は許されるということか。にゃんまるさん、おい、にゃんまるさん、起きてるだま、起きてたらちょっと外に出てきてほしいだな。オッケーオッケー。この BGM 聞いたことあるぞ、なんか気のせいかな、なんかこんな BGM 聞いたことある。そんなに寝てたん、丸一日寝てたん、やばすぎでしょ。本格的暮らし、大事なもの、あ、ついにあれか、スマートフォンだな。出た、我が社オリジナルスマホ。うん、電源入れてみて。おお、おお、ようこそ。おお、すごいすごい進化してる動物の森が進化してる。使ったことはあります。はいはい、ステージに2台持ちでお願いする。ああ、そういうことか、すでに持ってるって、そういうことか、言ったから。請求書出ました、出ました、請求法払えません。マイルで知らん、あー、なるほどね。出た、たぬきマイレージプログラム、なんか聞いたことある。その飛行機に乗ったり島で活動、へー、そうなんだ。くめちゃくちゃ安くなるやん。なるほど、あー、アプリから生きるんだ、面白いね。いや、めちゃくちゃ進化してるし。おお、来た、新生活が始まった。何をするのも自分次第、自由だ。さあ、いろいろ試したいことは出てくるけどさ、やっぱりここからの暮らしは現実と同じ時間が流れている。なるほど、オートセーブ出たよ。オートセーブなんだよ今回。オートセーブなんでリセットさんの必要性がなくなったということもあるし、あとね、そうそうそう、無限、なんだっけ、無限にさ、お金を増やせるバグみたいのあったけど、多分それもできないだろうと思われる。で、バグがあった場合も多分修正されるんだろうね。いろいろあったじゃない、川の中に入るバグとか、家の上に登るバグとか、線路の中に入るバグとか、お金を増やすバグとかね、いろいろありましたけども、ね、それがこの動物の森でできるのだろうか。さあ、いろいろ来てる。以上、おめでとうございます。無人島の暮らしを楽しんでくださいね。新生活のスタートを増やして、これからの暮らしに役立つプレゼントを送ります。任天堂スタッフよりポケットにします。なんだろう、プレゼントって。さあ、この度はアップデートね、そう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 、あったから。なるほど。それもプレゼントか。なるほどね。さあ、プレゼントは何なんだろうね。開けよう。素朴な DIY 作業台、これは必要なやつなんじゃない。任天堂スイッチ、おいさ、しかもさ、これね、そう、今回こう外にこんな風に飾れるんですよねほら、おお、任天堂スイッチ、普通のノーマルスイッチだね。おお、すげえ、ちゃんとなってる。
こうやって外にね、飾れるのもマジでね、すごいよね。覚えるって何？レシピ。この辺に置く。ああ、そう、ちょ。なんだ？わからん。が、ZL でスマホ。おお、カメラ。フィルター。すごいね。OK。ああ、なるほど。なるほど。これ意外と遠くまで行けるっていうか、多分制限ないな。じゃあちょっと写真撮ろうか。1枚。なるほど。こういうことができると。なし。フレーム。フレームまで出せる。すごい。いろんな人もやるんだ。なんか来てる。ピンポン鳴ってる。たぬき前霊。お、たぬき前霊プログラムへようこそ。マイル。あ、これがあれか。ミッション的なやつか。島の案内所にある端末で様々な特殊なグッズ。なるほど。OK。これでなんかポイントを貯めていくみたいな感じかな。なるほど。はい。あー、なんか、本当にミッションみたいな感じだね。あー、ちょっと待って、戻っちゃう。あー、間違えた。むずい。操作がだれ。なるほどね。こうやって、いろんな、やつね。があるわけね。はい。わー、いっぱいあるね。マイデザリン。あー、これがあれか。このアプリでは、服として身につけたり様々なやつ。あー、出たよ。あれ、出たよ。あれだよ。ねえ。みんなね、作ってたじゃない。レンガの形とか道とかね、道の絵とか描いて、その下にね、やるっていう。これ、地面に敷くってことができる。おーっと、透けてるぞ。クロマキーか？クロマキーか？透けてる、すげえ。これわかんないじゃん、こんなんわかんなくない？マップ。あ、マップ見れるわ。ミニマップ、ずっとオン。移動中オフ。ずっとオンにしときたくない？ずっとオンにしときたいよね。にゃんまる、レイラ、リック。飛行場、案内所。なるほどね。いいね。パスポート。お、電子化されてるパスポートが。なるほど。写真とか名前は変えられると。ん？名前？何を変えられるって書いてあった。一言か。更新する。肩書き？ハッピーフォーブ。何でしょうか。無人島の、やってきた移住者。やってきたペット。とんがりコーン。いや、別にとんがりコーン俺好きなわけじゃないんだけどね。緊急脱出サービス。島の中で何かに見つける。何それ。そんなのあんの。すごいね。いや、別に今はいいです。すごいな。あ、またなんか鳴ってる。これ、どうすればいい？鳴ってんのは何？あ、これが溜まったってこと。あ、写真撮ったからか。なるほど。パスポート更新したね。OK。これ溜まっていくんだ、どんどん。あー、これいいね。こういう要素はいいよ。このミッション的なやつは。とてもいい。多分これ更新でね、いろいろ多分また変わっていくんだろうね。って気はするわ。あー、出た！あれ。パチンコで下ろすんだよね、確か。出た。あ、掲示板見れるぞ。お、島の掲示板。この掲示板では皆さんへのお知らせや暮らしに役立つ情報をお知らせしていく。それで島の皆さんにはもちろん、島に遊びに来た皆さんも自由に書き込みして、ね、コミュニケーションね。はい。OK、ここ入ろう。お。狭苦しいけどよかったら、島の過ごし方とか。なるほど。不用品の買い取り。なるほど。シェア会社で便利に使える DIY。
無料ワークショップ DIY 豆吉、うん、販売してるんだ。なんか見てみたいね。シュラフ、何シュラフって、なんか寝袋みたいなやつ、道具箱。あ、お金ねえよ。あー、めっちゃ売ってる。あー、釣り竿とか売ってる。あー、いいねいいねいいね、これ欲しいわ。でもお金がない。買い取りね。あ、そうだ、最初お金だ、お金を貯めなければ。で DIY やりたいな。うん、何をすればいいだ。DIY ワークショップ、なるほど、それをやれと。じゃあやろう DIY やりたい、うん、やりたいやりたい、やるやるよ。手順ざっくりと説明、うん、なるほど、マインクラフトだ。あ、釣り竿とかも作れちゃうのね、買わなくても。そっか、作れるのか。5本。なるほど、なんだっけ、木の枝を5本って言われた。2本持ってるね。さあどうしようかな。あ、なんか釣りしてる。ん、なくない？木の枝全然。5本？ないぞ。これ振ったら落ちてくるとかある？あー、落ちてくんだ。あー、違う違う違う。あ、ゴミがいっぱい。あ、でもこれ買い取りできんのかな。なんか蜂の巣落ちてこないよね。あ、なにこれ、手回しオルガン。こんな要素あったっけ。物が落ちてくる、すごいな。ああ、あるある、いっぱいある。こんなスイッチこんなとこ置いていたら盗まれるわ。あとお金をね、貯めなきゃいけないからね最初。そうそう、あ、でも DIY でいろいろできちゃうのか。まあいいや、5本貯まったよね。釣り竿。お、これを作る。おー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 、しょぼい釣り竿。なるほど、こんな簡単に釣り竿はめちゃくちゃ簡単に作れるんだ。あ、 DIY なん、何、スマホに転送するアプリ、 DIY のアプリ。おーおーおー、コントローラーがブルった。あー、こうアプリも増えていく。なるほど、レシピのアプリ。おー、釣りしたい、釣りしよう。あ、これは、そうそう、その端末のことをちょっと、うん、タヌポート。ファミポートならぬタヌポート。絶対そっから取ってるでしょ。違うかな、たぬきバンク、うん、ATM、たぬきマウス。なるほど、たぬき開発、マルチメディア端末、タウンポート。お、ログインボーナス。ログインボーナスあるぞ。たぬきショッピング。何これ、何これ、売ってる。動物の森スイッチが売ってる。しかもこれなんか値段リアルじゃない。あ、これ曲？トタケ系の曲？これ欲しいな。あ、これも欲しいな。なんかいいね。いいね。ATM。なるほど、なんかすごい、すごいリアルだな。リアルになったな、本当に。動物の森。あ、なん、あ、あのハテナっていうのは何？これこれこれ。そうそう、そのコントのこと。リサイクルボックス。なるほど。
不要品をここに集める。欲しいものがあれば自由に持って行っていい。なるほど。ダンボール、木の枝、いらんな。じゃあダンボールもらっとくか。でもあの中身のものもさ売れるんじゃないの。こいつはなんか何をしてくれるの。声かけてくださいね。掲示板見たよ。なるほどね。釣りだ、釣りしよう。釣り、釣りをしたい。うわ、なんか水めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。あ、いた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 。よし、釣りしよう。釣り手に持つ。飾るってこともできるの、釣り竿を。さあ、こっち場所が悪いな。こっちだ。あ、これどんな風にやるんだっけ、釣りって。あ、これ A ボタン連打だっけ。わかんない。ん、これは土壌、土壌だってよ。でもちっちゃいな。あ、早い。一回でいいのか、 A ボタン。あ、綺麗。タナゴ釣りしてるじゃん、レイラ。どんな魚と出会えるか楽しみだね。 DIY レシピ。このアプリでは、これまでの情報、情報ね、情報だって。木の枝、焚き火、焚き火と、あ、ちょっと待って、これも作れんじゃん。しょぼい網。木の枝だけで作れんの、おかしいよね。網はどこから持ってきたって話。おはよう、モンザイモン。あ、お礼だって、やった。帽子、デニムキャップ、とんがり糖でかぶるのにぴったり。ちょっとつけよう。身につける。ああ、いいね、似合ってる。なんかこいつちっちゃいな。でもよいしょ、いけ。お、ちょうどいい。オッケー。あー、さっきと一緒だ。棚小屋でっか。これこの釣り竿で釣れるのか、果たして。しょぼい釣り竿でしょ、だってこれ。あー、移動しちゃう。しょぼいんじゃないのこの。あー、おー、でかい。なんだこれは、ブラックバス。よし、ブラックバスかな。あ、違う、うぐい。なんかマイナー、マイナーだからこそいいんじゃないか。ちょ、売ろう、物を売ろう。よし、豆知識。物を売らせてくれ、買い取ってくれ。この辺ちょっといっぱい釣ってきたから、ちょっと何匹か残しとくか。何匹か残しといて、とりあえず。いくら。うわ、結構いったじゃん。魚だな、高いの。結構いったね、値段。フルーツ。あ、食べ物を食べると力がみなぎって思いがけないパワーを発揮できる。え、岩を叩きこ、え、木を掘り起こす。なるほど、それがあの左上の銃っていうやつか。生き物見つけたよ。これうぐい。この島を叩く。おお、アズカラス、博物館。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあ全部全部全部渡せばいいの。そうだ、教科です。いいアプリ、アプリ増えていくね。アプリ増えていくね、楽しいね。おお、来た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 、生き物図鑑。なるほどね。
確かでもこれ前もあったよね、なんか図鑑みたいのは。ね、博物館長にこう調べてもらって、ね、DIY 作ってみたよね。あー作ってないわ。あ、もっともっと教えてくれる。あ、こう単口で喋ってればどんどん増えていくってことか、いろいろ。なるほどね。木から木材、木材を、斧、斧ね。自給自足、なるほど。俺？今回は俺だって。赤いチューリップの球根。なるほど。オッケー。あ、もうなくなった。必要なものとかちょっとし調べないとか。おわ、すげえ、なんかすげえ。これが斧か、しょぼい斧。あー、なんかいつもの斧とあれだね、グラフィックっていうか絵が違う。焚き火、焚き火っていうのが必要なんだ。生き物図鑑。あなたが捕まえた情報を見ることができる。いいね、こう詳しく書いてあるのね。これ魚図鑑さ、こう集めていくだけでさ勉強になるよね。俺も全然魚のことはさ全然知らないからさ、こう生息時期とかね調べられるのはとてもいい勉強になるよね。ただこれも逆になるってことかな南半球とはさあね。今までそんなに、今までっていうか、まあ飛び出して動物の森やってた時はあんまりね住人と喋ったりしなかったんだよね。っていうかマジでバグばっかやってたな、うん、友達とよくやってたんだけどね、夜遅くまであのベッドの中に入ってさ、布団でさ親から隠れて、よく友達と、なんだっけ、リゾート行ってたよ、リゾートの方に。こいつ釣るぞ。うわうわ、あ、来たー、フライング、やったー、フライング。なるほど、壊れるわけだな。あ、やっぱ蜂の巣いるんだね。確かに虫に効く薄くする。うん、なったな、たぬき前です。こいつか、釣り。いやー、平野でやっぱりね、動物の森のこの BGM がねやっぱリラックスになるよね。レイラだ。お、葉っぱの傘のレシピ、レシピ、レシピも教えてくれたりするんだ。なるほど。あ、待ってよ、これってなんだ、覚える。あー、そういうこと、そういうことね。なるほど、こう覚えられるんだ。はいはいはい。あ、網作れる。どうしようかな、網作る。網作っとこうか。あ、木の枝結構使うな。虫取りもしたいけど。おお、なんだこれ、 DIY 作業台。あー、この作業台であれができる。ここでも作れるってことかな、これ作ったら。硬い木材と鉄鉱石で、斧がないと何もできないんだよな。要するに石ってどうやって集めるんだ。あー、なるほど、こタヌキシに虫とか捕まえて見せろと。で、あれか、ってことはじゃああれ作った方がいいな。こいつで作ろう、作って取ろうとしよう。よし、来た。いや、せい、こうむず、お、取れた。モンシロチョウ、白くてチャイミン、せい、オッケー。
モンキチョウいるね。モンシロチョウ、モンキチョウ、オッケーオッケー。お、なんか来た、電話。フータさん、正しい授業。とんがりって島で住み込みの管理人みたいなことし、なるほど。どれぐらい集まったか、なんだろう。フータさん、あー、あいつか、博物館、あいつか。なるほど。教育の次はあれなんだね。風太さんの、ね、設営する場所。風太さんがこっちに来ると。なるほど。ってことはなんか未来にここになんかいろいろ立つってことがわかるよね。風太さんがここに来て少し経ったら博物館が立つんじゃない、どっかに。でそのこの住む場所も俺が決めるんだね、やっぱり。さあ、じゃあこの辺に、この辺がいいかな、この辺にしようかな、ここにしよう。え、広くない？なんでこんな広いの。ちょっと待って、ここ、こんなに広いのか。いやでもここがちょうどいいな。風太さんの予定地って書いてある。ここにしよう。でもなんか気軽に決めていこう、とりあえず。テントの場所だな、多分変えられるでしょ。変えられなかったらちょっと困るけど。でこれさ、植えられるのかな。あ、植えられる。なるほど。で、ジョーロのレシピを教えてもらったから、これあれで育てろって言われたんだろうな。お、フータさんのテント、いいとこあった。見つけたよ。明日。初日から飛ばしすぎないようにね。なるほど。僕としてはこの調子でマイル分ハイテイスする。マイルを食べてる。なるほど。やっぱ明日ってことは明日なのか。現実世界の明日なのか。たぬきマイレージが必要なんだから、ちょっと待てよ。見ればいいのか。魚博士。なるほど。昆虫ハンター。なるほど。とりあえずなんかいろいろやればいいんだ。これ、集めるようになったんだね。前は草むしりで、むしるだけだったのに。これね。こんな。集められるようになってる。あ、なんか意外と楽しい、これ。なんかマイクラで整地してる感覚楽しいぞ。なんか OK。 あー、壊れた。中ハンターゲットした。お、あとちょ、もう少しだ。雑草のやつこれだ。引き取らせてもらったはず。豆騎士に渡せばいいのか。おは、雑草意外と高えな。雑草意外とお金になるな。あー、これで、これでってことか。これで貯まるのね。これだね。なるほど。もしかしてさ、あの石ころって取れる？この石ころって。あ、取れるやつなんだ、これ。知らなかった。あ、じゃあこれで作れるってことか。これね。あー、木の枝が足りない。木の枝が全然ない。あ、走らすー、待ってー。ちょ、あっマジかよ逃げられたの今、ちょっと草むしりしちゃったわ。ああ。当分これだわ。ポケットいっぱい？拾うのやめよう。
さあこの中に木の枝、あー足りないでもこれじゃ、まあいいや。さあこれ、あ全部売っちゃおうか。あ石、ね、何してんの石は違うじゃん、ちょバカじゃん俺石じゃないじゃん、雑草だって。何石売ってんだよバカ野郎浮いそうになっちゃうわ、なんか木の枝とかいらないものだと思って。おーめっちゃお金貯まった。あたぬきマイレージ、ちょっとこれね、どん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 溜まっていく。おもう溜まるじゃん、いけるぞ、もう溜まるんじゃないか。300、ああと1個ないあと1回で溜まるわ。ふぅ、あー蜂の巣に刺された、蜂の巣に刺されたんじゃない、あーまた助けてー、助けてください逃げた。まあ動物の森はさ、こうなんだろう、長時間バーってやるよりはこまめにね、なんかやった方がいいよね。やっぱあの時間時間によって違うしね、ガーってやるゲームではないよね。だって1日経ってさ、あのフータが来るのも明日だし、1日経たないと来ないわけだ。まあ時間をねいじれるんかなっていうか、スイッチっていじれたっけでもいじれるかこのスイッチは。うん、だからいじってさできるけどさ、そういうこともでもそうじゃなくてね、普通に俺は純粋に進めていきたいこのゲームを。やったー、斧、これで作れる、これで切れば、そうだこれ、あれ、あーなるほど、なんかあったね、金の斧とか銀の斧とか。それであれか、切って切れないのか全部。あこれ硬いのと硬くないのってこれランダムで出てくるのかな。まあこれでいろいろ作れるぞ、やったぜ。3個までね、このしょぼい斧は。なんか来た、たぬきマイレージ来た、やったー、これでたまるぞ、グッドかった、よしたまった、たまった、マイルたまった、よしじゃあ戻ろう、たぬき舎のところ行こう、マイルたまったもん、もうどんどん先に進めたいから。よしたまったぞ、払いまーす、やったー。テント生活の具合、普通、うん、マイホーム、なるほどね、じゃあこんなことローンね、うん、マイル交換サービス登録、タルムポートにアクセスするとマイル交換、マイル交換サービス、マイル旅行券プラス会員何プラス会員、お渡しします、マイデザインプロエディター、何それ、マイデザインプロエディター、へえ、プラス会員限定で何、マイホームをご契約、なるほど、やったねー、やったねー、何作ろう、じょうろ作ろう、あちょっと待って足りなくなっちゃう、焚き火も欲しいんだよ、あ焚き火は木の枝だ、よしで、じょうろも作ろう、で家建てちゃおうかな、どうしようかな、家ちょっとやってみようか、家やろうよ、うわすげえ、ローンお願いします、出たピンク赤黄色、
他の色。青、水色、オレンジ、オレンジ。ないのか、オレンジ。黄色だ。それからマイホールだ。たぬき回りですよ。ああ、やったー。これでプラス回になるってことか。なるほど。オッケーオッケー、にゃんまるさんのプラスカレー、これでいろいろさっきのやつでいろいろできると。でなんかあれも、あ待って待って、こっちも、あーほんとだ、たぬきマイレージプラス。うわーなんかすげえ。おおなんだ、なるほどね、交換できるもの増えてる。マイル旅行券気になる。どこに行けるんだろう。またあのハワイ島みたいなとこ行けんのかな、昔みたいな。ああお金が、お金じゃないんだよ、マイルがない。おパチンコのレシピあるじゃん、初めてのディアバレシピ。ちょっとこれ買っとこ。ああすごいすごいすごい、なんか洗濯桶、石の、なんかすごいリアルじゃないこれ、この石めっちゃリアル。フライパン、あなんかできそう、焚き火とかなんかできそう。やべえ楽しくなってきた。えちょっと待って、これ何、これ何、積み木のおもちゃ、違う、これ干し草のベッド、これおかにら、え粘土って書いてあったよ、オカリナだって。吹けるのかな、さくらんぼ400ベルで売ってんの、ぼったくりやん。ここ行ってみよう。こっからあれかな、友達のとこ行けるんじゃね、もしかして。うーん、あれ入っちゃいました、入れちゃいました、今日はまだし。なるほど、明日成績、あ明日から使えるんだ。ってことは明日からマルチプレイができるってことかな。なるほどね、なるほどなるほどなるほどね。メッセージカード販売中。 OK、 というわけで、皆さんいかがだったでしょうか。というかまあ、動物の森はね、いろいろねまったりねやっていくゲームなんでね、これからまったりやっていきたいですね。まあね、あの動画というよりはね、生放送でね、普通にこうまったりやるときは生放送でねできたらなと思ってます。でまたね企画系とかねできたらいいなと思ってます。で明日からマルチプレイもできるみたいなんでね、まあそこら辺もね やっていけたらなって思っております。というわけでまた見てください。じゃあのー。